改めまして、こんにちは、フェアリーズです。こんにちは。はい、それではまずは早速自己紹介をするんですけども、はい、今日の自己紹介は、はい、名前の後に小さい頃に呼ばれてたあだ名とか自分で呼んでたあだ名を言いながら自己紹介します。わかりました。はい、藤田メディアです。高校1年生の16歳です。小さい頃は自分でもお母さんにもミーアって呼ばれてました。小さい頃から知ってる人たちはきっとミーアって呼ぶ人多いんですけども、よかったら呼んでください。よろしくお願いします。林田真宏です。ちっちゃい頃自分のことをマシちゃんって呼んでて、で学校では真宏、真妃、鬼ババアって呼ばれてました。よろしくお願いします。でも聞いてください。鬼ババアっていうのはクラスの全員の男子が全員の女子に向けて鬼ババアって呼んでたんです。だから私一人だけど、そう、私一人じゃなくて女子にもみんな言い訳いらない言い訳いらない。お疲れ、鬼ババア。これからやってるぞ、鬼ババア。お疲れ。やめて、ほんと、なんか、強い集団みたいになるから。はい、井上理香子です。私は、小学1年生まで、自分の名前、理香ちゃんっていう名前だと思ってて、で、なんか、みんな、理香ちゃんってしか呼ばないし、私も自分のこと、理香ちゃんって言ってたから、なんか、小学1年生の入学式で、井上理香子ちゃんって呼ばれたときに、普通に、リカコちゃん、リカコちゃんって言われてたから、その時に、あ、え、私って井上リカコちゃんなのって。やばいよね。え、小学校1年生まで、それまで名字も知らなかった。そう、もうリカちゃんっていう人だと思ってた。リカちゃん。あ、かわいそう。そう、かわいそう。そんな感じでよろしくお願いします。リカコー。はい、伊藤桃香です。私は、友達からはモカって呼ばれてて、で自分ではモモって呼んでました。でも今でも親の前だとなぜだか自分のことモモって言ってる。電話とかでもなんか電話で、ねえママモモさって言ってモモってなって親の前だけそうなっちゃう。そうだね、感じの癖があります。今日もよろしくお願いします。モモか。下村美希です。私は美希なので、ちっちゃい頃はミッキーとか言われてます。ちっちゃい「つ」が入るの。はい、ミッキーです。よろしくお願いします。ミッキー大好き、大好き。エロマスター。でも私は割と野本そらです。名前から入ろうね。私は割となんかあだ名が多かったんですけど、多いよね。そう、まあフェアリーズ入ってからもどんどん増えてってであったんですけど、でも割とちっちゃい頃に呼ばれてたのはソラピンとか。ソラピン？ソラピン？かわいい。あ、じゃないな。ソラッピとか。ヘロッピみたい。でも小学校の時とかに男子クラスの男子とかに言われてたのは味の素って言われてました。味が出てそうな感じしますけど、全然そんなこと、まあいい味出してるっていう意味ではいいのかもしれないですけどね。はい、というわけで今日もよろしくお願いします。はい、それでは早速抽選会スタート。なんか大きいのある。あれ、なんだこれ、なんでしょう。今回からですね、今回からというか、今回はまあこれで何百何十何番でお客様当ててですね、お客様にこのサイコロを振っていただいて、出た目の景品をプレゼントしようかなという感じにしてます。じゃあ何が当たるか、何でしょうか。何が出るかな、何が出るかな。はい、せーの、どう。2番はね、キラカード6枚セットです。ブリブリの時の。で、3番のメインストレッカーもブリブリの時の。ブリブリっていう訳し方がおかしいですね。え、違う。で、4番からは、まあ、ツーショットチェキ、メンバー全員とチェキで、メンバー全員から直筆サインもその場で。おー、ぜひ1
番当てていただいて。ちょっと面白くないですか、こんだけ選ね、の中から選ばれてたわしをもらう。いや、嬉しいですよ。いい思い出に、いい思い出に、ぜひ使ってほしいですね。それではじゃあ、まあ、で、3名様当てますんで、よろしくお願いします。で、いきますよ、せーあ、皆様、お手元の握手会参加券に整理番号書いてございますので、そちらが皆様の当選番号になります。当たった方には、はいと挙手の方お願いします。はい、それではいきますよ、せーの、ドン。違うよ。早かったな。それサイコロ振るときで。違う、早かった。いきます、せーの、ドン。1、2、4、124番。これもちょっと面白くないですか。面白いですね。ちゃんとたわしを当ててくれたっていうのは、ね、逆に感謝したい。ありがとう。そして一つあれですよね、お知らせが、はい、そうなんですよ、はい、あの前回のあれですね、ブリンブリンマイラブの CD を購入していただいた方にこう応募券がついてるじゃないですか、はいはい、20人限定イベント、はい、キャラクターの、はい、それの、イベント内容が決定いたしました。イエーイ。でもね、今回は、まあ、あのメンバー全員ということで MC 以外の3人の、まあ、ボーリングの実力をちょっと見せる機会が運動持ちのソロちゃんが。そうだ、私、わかんないですよ、それは。できたかと思ってたら伊藤さん、生まれて1回しかやったことない。そうなんだ。すごい小さい頃しかやった。でも前回 M3 でボーリングした時はなんかチームに分かれてやって、うん、こうなんか団結したみんなが、うん、おー、素晴らしいね。チームが上手すぎて。うまいんだ。うまいよ。じゃあまあそれはね、まあ、メンバーの誰が一番うまいのかとか、うん、一番下手なのは誰なのかとか、それはね、まあ、当日になってのお楽しみということなんですけれども、そこに、一緒にね、うん、ボーリングする20名の方を今から、今からじゃない、今じゃないよ、2部に決定するので、はい、それをね、2部来てくださる方はお楽しみにということで、はい、ですね、はい、2部も皆さん来てくださいね。待ってます、待ってます。そしてもう一つ普段と違う感じなんですけども、はい、今回ライブ DVD の予約イベントということで、うん、ちょっといち早くね、多分メンバーもライブ DVD まだ見てないんですよ。見てちょっとだけ、はい、ちょっとだけ、じゃあお客様にもね、ちょろっと見ていただこうかなと思いますので、1、2、3部とあのご覧いただく楽曲は違うのを、したいと思いますので、はい、はい、第1部は何でしょう。まあ第1部なんでね、1曲目のブリンブリンマイラブをご覧いただこうかなと思いますので、はい、じゃあちょっと一旦照明落としますね。あ、楽しみ。ワクワクが止まらない。ワクワク、薄暗い。そうだね。ここ見えるかな、これ計算。あれ、ちょっと今止まってしまったんで、どうでしたライブの。オフショットなんかもたくさん入ってましたけどね。あ、でもまだ見てないんですよ。見てない。見てない。あれ禁断の、禁断だ、俺禁断だなと思うのが入ってたんだけど。なんだなんだ。あのピョンススカイ問題ですよ。ああ。まあそれはお楽しみということで、なんかほぼ全部撮られてたよね。え、あのね、あれこれかっこいいよね。ほんとだ。これ、ね、私の。あ、それがくるくる回るやつね、メニュー画面。そう、回る。あ、回りましたね。回る。すごいライブに。こんな感じになっておりますね。あ、これ背景あれですか？後ろのマンションみたいな、建物みたいな。そうですね。おー、最初のとこだ。じゃあちょっと誰か曲振りをお願いします。じゃあリカコ、リカコっぽいっすね。なんだっけ、ブリ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 、言っちゃいかんやつ。それじゃあ聞いてくれよ。ブリブリマイラー。わー、やばい。君のトライフルコーナーチップルでハリウィッター
感想なんか。なんか私たちが見たやつは、うん、まだなんか作り途中みたいなやつを見たんですよ、うん、まだ完成形じゃないやつを、うん、でちょっとだけ見せてもらったんですけど、いやーこれだいぶ私なんかこれよく編集されてるな、ね、これブルーレイでも出るんで、すごい綺麗な画像でね、うん、よく見てもらえるんじゃないかなと。はい、ここにいらっしゃる方はもう全員予約されてる方なので、いやこれ絶対にもうお家で見れるっていう方ですよね、みんな。そうですね、すごい、お家でこれとりあえず10回以上見てくれる人、はい、あー言いましたね、本当に見てね、本当になんか1回見たらもういいやつ、しょうがないでよ。やだ、見なきゃいけないから。ちなみに今日来てるいらっしゃる方で、この東京公演アイアシアター通って方、おー、すごい、映ってるかもよ。あ、そうだ、確かに映ってるかも。結構見たこれね、映ってるのあんのよ、これ2部と3部で見せるやつで、どっちか多分映ってる、あっていうのね、多分皆さんあります。これちょっとでも恥ずかしいんですよ。ちょっと、自分いた、あれなんでみんなそんな見に行ってんの、この T シャツ着てないの。あれおこだよ。待って、本当に着てる人いない。着てる人、あ、後ろの黄色と、青もいる、違う違う、寒い、ピンクもいる、寒い時はフェアリーズパーカー、結構でもいる、全色揃ってるよ。本当だ、みんなでも持ってる方がいる、持ってるんだ。さすがです。いやでもありがたいですね、なんでこうやってたくさん来てくださっ、これに来てくださってる方も来てくれてるし、うんうん、でも行けなかったから DVD 買うっていう方もいるし、うんうんうん、いやもうとにかくこうやってね、たくさんの方の手に渡るわけじゃないですか、 DVD が、ね、ね、すごく嬉しいことですね、ね、なんかぜひね、来たって方はこの時の熱を思い出しながら、はい、見てもらえたらなお楽しめるんじゃないかなと思います。でも来てくれ、はい、来て来れなかったよって人はなんか、うん、これ見て次のライブ絶対行きたいみたいな、いやーそれは気持ちいいなって思ったらすごく嬉しいです。はい、はい、というわけでね、はい、というわけで、はい、DVD 鑑賞もちょっと終わりましたし、はい、次の最後の曲に行きますか。はい。